ゴールキーパー岡田、そしてフォーバック今日は右から吉村、伊勢、鈴木、下川という4枚です。アンカーに堀内が入って、その上には中島と国武、3トップ、今日は真ん中にグスタフソン、右に田村、左に岡田というメンバーです。ゴールキーパー岡本、そして3バックが真ん中大島、右に花房、左に藤原です。ボランチに中里と奥村が入って、その右に大越、そして左に橋本、トップ下に菊谷と藤島、ワントップ茅沼という予想をしています。ここは鈴木からのボール、国立に当てて、たた、さあ残して抜けていった、さあこれはチャンスだ、左足合わせる、決めていった、最後は田村、縦パス1本から前半早々ゴールを決めました、奈良クラブ1対0と奈良クラブ先制。早い時間帯にここは先制に成功しました。ここはゆりかごダンスを見せます。その主役がこの田村でした。そして中盤からこの田村が真ん中で張っていまして、最後左足見事に決めていきました。田村は今シーズン2ゴール目です。グスタフソンはこれが14試合目の出場ということになります。まあ、怪我などもあって少し戦列から離れていたこともあったんですが、ここは抜け出して岡田決まりました。早くも奈良クラブ2点目。うまくグスタフソンがヘディングで合わせて、最後は岡田の左足でした。岡田優輝はこれが今シーズン5ゴール目。まあ、今日は百田がベンチスタートということになりました。奈良クラブスピードを見せる藤島、中に茅沼がいますが、その茅沼右足どうだ、これはキーパー岡田がナイスセービングでコーナーキックになりました。ただこの茅沼いいシュートを見せました。風がきつく吹いているロートフィルなら、ニアサイド狙う、うまく合わせた、そのままあと合わせればというところでした。 YS 横浜、これはクリアしていきます。少し人数を集めました。 YS 横浜もマンツーマンで守ります。ファーサイド、最後は鈴木ヘディング合わせていきましたが、枠は捉えられませんでした。ここに藤原、さあしっかり橋本に渡った。ここはスペースがあって、藤原出してのクロスヘディング、1点返しました。 YS 横浜、最後は菊谷、今日もスルスルっと抜け出してゴール前ヘディング合わせていきました。ここ3試合で2ゴールを挙げていた菊島、今シーズンこれが3ゴール目で、菊谷敦史のゴールで1点を返しました。この藤原からのボール、前半アディショナルタイム目安4分、藤原からここは橋本仕掛けて、後ろから左足、ここも菊谷ですか。ニアサイドヘディングでクリア、さあもう一度切り替えてエリアの中、最後はこの2番の花房だったでしょうか、合わせて足で合わせていきましたが、枠は捉えられませんでした。ここはゴールキック、ニアサイド中央からヘディング、追いつきました。 YS 横浜、最後は大島
ファーサイドから中に切れ込んでいって、最後はヘディング決めていきました。この奥村からのボール、ちょうどキーパーとの間、中に入っていった大島のゴールで同点に追いつきました。奈良クラブのセットプレー、ファーサイドヘディング、こぼれて残して岡田ですが、これはヘディング、ゴールキーパー岡本がキャッチしています。さあここは神垣、しかしよく戻った。最後は堂本、ただ堀内から前線出して100だ、胸トラップからこのこぼれ球、岡田右足、しかしゴールキーパー岡本ナイスセービング。そして松村も上がっていきますが一旦下げる、そしてここで試合終了のホイッスル。奈良クラブ今日も逃げ切ることはできませんでした。2対2のドロー。暑さの中の熱闘でしたが、お互い勝ち点1ずつを分け合う結果となりました。